ばい。じゃーん。やばいよ。これどうしよう。とりあえず UT をどかすところから始める。ドアが開かなくなりそう。ここまで来てる。ドアすっちゃうよこれ。はい。こんばんは。こんばんは。こんにちは。おはようございます。現在ですね。はい。車中泊中でございます。Nowです。はい。今日の日付は2020年の2月の8日です。はい。はい。真冬です。場所はどこですか？長野県です。はい。長野県の飯山市というところにいます。で、今車中泊中ですけども、さっきねたどり着いて、いろいろセッティングをね。したんですけど、うちのね車キューブですよ。キューブバカちっちゃいんですよ。車中泊仕様とかには全くなってない車なんで大変なんですよね。大変。キャンピングカーよりは大変。そりゃそうだ。自分たちでね作んないとねいけないから、スペースをね、そうスペースをね自分たちで作んないと、食べるとか寝るとかを用意しなきゃいけないから、それは大変だけど、そうなんですよね。でも慣れたら早いし、それも楽しいよね。テントキャンプより楽じゃない？キャンプよりはまあ設置とかがね短くて済むんで楽なんだけどね。ただね今日吹雪なんです。そう、長野県ちょっと外を見ていただきたい。はい、見てくださいよ。じゃあ見せてあげますよ。やばいですよ。オープン。寒い。すっごい。え、さっきよりすごい。さっきよりすごい寒いよ。やばいよ。どんどん積もっていく。ほら。はい。はい。フブティです。でね、この動画。で、この動画はですね、車中泊の中身をね、ちょっと紹介しようかなっていう動画でございます。前にもね、そういう動画出してるんですけど、前行った車中泊は夏だった。その前はゴールデンウィークだったっていうのがあって、今回ね、真冬の車中泊っていうのは初めてなんですよ。はい、まあ4日間今回は動いてます。この狭い狭いキューブの中でどんな風に車中泊をやるのかっていうのをちょっとだけ紹介できればなと思っております。はい、今はもう夜なんで、これからね、寝るんですけども、まず、こう反対にしますね。反対にすると、テーブル、今ね後部座席に座ってます。これはねイレクターパイプと、ホームセンターで売ってる板で作ってあるテーブルなんですけど、これもね前の動画で紹介してる動画があるので、詳細はねちょっとそれ見ていただければと思うんですけど、これでパソコンでねちょっと仕事をしたりご飯を食べたりしてます。意外と広いです、この座ってる感じは、ね、前列のシートを一番前まで出してるんですけど、そうやってしまえばかなりね広いです。作業とかは全然できるよね、で荷物は結構、うちは荷物が多いのか少ないのかわからないけど、荷物はねあの前の方に前にポンで乗せちゃうのと、あと後ろトランクスペースにまあ大体入るぐらい、あとは上、この屋根の上にルーフキャリアがあって、その上にトランクカーゴが乗ってます。荷物はねそんなもんです。窓は断熱とかはほぼしてないです。ただのサンシェードを切って使ってます。まあ夏はね全然これで大丈夫だったんだよね、でまあ冬はねちょっとこれで、果たしてこれで寝れるかどうかやってみようっていうことで、あとはねキャンプで使ってるランタンを2つ入れてます。これ安いんですよ。1個1000円ぐらいでね売ってるんで、この室内灯を消してもめちゃくちゃ明るいですよ。これいいよね、十分っていう感じでございます。あとは車中泊行く時はこのバッテリーですね。ポータブル電源、そうポータブル電源のパワーアークミニっていうやつを使ってます、まあまあそんな感じで毎回ね車中泊をやってます、これがねそれでくつろぎモードっていう感じですかね。くつろいでますか？くつろいでます。くつろいでない声だね。まあこんな感じで、食事したり仕事したりっていうのをねやってます。まあもちろん家でやるよりはきついんですけど、僕たちはずっとここで生活するわけじゃないので、たまにねこうやって旅行してやってるぐらいなので。そうだね。ホテルに泊まるよりは安いし、行きたい場所に行ってその近くで泊まれるし。そうね、結構宿泊地を取っちゃって、その付近に回ったらその宿泊地に帰ってこなきゃいけないじゃん。でも行ったらどんどん先へ進んでいけるから、その都度その都度。そうですね、うん、それがすごいねいいなと思います、うん、ホテルここで取っちゃったからここに戻んなきゃっていうのが、はい、アメリカの時も好きだった、ね、そうだね、うん、まあそんな感じで、今日はねやってますんで、この後、就寝の、セッティングに変えますんで、ちょっとねそれも見てもらえたらなと思ってます。それでは就寝モードにチェンジ。はい、就寝モードになりました。就寝ちょっと簡単に説明します。ここ一番下はインフレーターマット、空気のマットですね。キャンプ用のインフレーターマットが2枚シングル2枚入ってます。でその上にまあこれはもうキャンプで使ってるシュラフ、冬用のシュラフです。あとは、まあ、これはね普通の家から持ってきた羽毛布団、これを持ってきてます。適当なシュラフの入れ物にぶっ込んで持ってきました。あとは枕、切り株の枕が適当にあったり、これは湯たんぽですね。なんつうのこれ、スチールステンレス、この銀のねシルバーのこのタイプの湯たんぽが直火が使えるんで、これにしてます。これ入れて寝ればもうだいぶあったかいんです。トランクの方に荷物ぶっ込んでるのと、こっちにも荷物ぐちゃぐちゃに今なってますけど、本当はねもっといつもはね綺麗にするんですけど、吹雪でやめました、途中で、寝れればいいっていうことで、うん、もっとさっきよりひどいっすよ。ちょっと以上こんな感じで車中泊してます。吹雪の中車中泊しようと思いますんで、またね明日朝どんな感じかお見せしたいと思いますので、ひとまずおやすみなさい。おやすみなさい。ネックウォーマーとかね、ニット帽もねしとくとすごいあったかいので、あと乾燥するのでマスクをした方がいいですらしいです。はい、風邪ひきます、はい、おやすみなさい。おやすみなさい。モアはシラフが大好きなんで満喫してる先に寝たよ、ね、なんだよだいぶ満喫してる。そこで寝んの寒いよ。おはようございます。やばい、今7時半ぐらいなんですけど、朝、うん、昨日の夜ずっと降ってたみたいで、起きたらちょっと外映します。ちょっとドアが開かなくなりそう。よいしょ、ここまで来てる。ドアすっちゃうよこれ。やばい。こんな感じになってしまいました。まだね雪も強いんで、片すっていうよりは一回ちょっと荷物を詰め込んで屋根のある場所に移動して整理しないとダメだねこれね、うん、ね、ということで移動することになります。はいはい、ちょっとねとりあえず片そうか。じゃあほい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 はい、じゃあ頑張ります。すごいよ、なんでこれ40センチぐらい積もっちゃったね。警報が出てます。そうなん、うん、やばいじゃん。長野県の北の方に大雪警報が発令されました、うん、ほらミラーの上見て、ミラーの上30センチか。大変ですねこれどかすの、手袋持ってないよ。怖いよ、そのタオル使っちゃおうかな。キューブちゃん見て、やばいじゃん、やばいよこれどうしよう。とりあえず雪かきします。とりあえず雪をどかすところから始める。それであったかいもん食べれなかったらやだよこっち側がこのねお水のちょろちょろがねないから汚れちゃってる。何も持ってこなくてめっちゃ優しい方に出会いました。キを貸してくれるっていう。うちら前に出れないんじゃない？ねえ。ありがとうございます。どうや。こうやってやるかな。ああ、すみません。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません。貸してもらえた。貸してもらった。富士山ナンバーだからめっちゃ雪慣れてるね。あ、全然違うでこれ。でもうちらのなんで前後今日雪なん？みんなさ、車の前雪ないで。水が出てないから。ああ、いいね。全然違うぜ。なんかいつも予想外じゃない？ああやりすぎたところまで来ちゃうんだよね。多分。こんなになってる。どうやって出よう？あ？どうやって出よう？新設なら船出れるか。キャリアの船が。でもあんな。はい、移動してきました。できました。できました。はるみんさん今ボアの散歩行ってた。今終わって片してるところでございます。天気もこれ。めっちゃ晴れましたよ。さっきの吹雪とは打って変わって何だったんだろう。雪も止んで晴れたんで後ろもある程度片付けました。そんな感じで今日もね2日目の移動をしていきたいと思います。ということでなんとか旅が続けられそうです。はい、ものすごい雪だったからね。ねえ、うん、びっくりした。はい、旅の動画はまた別の動画で出しておきますので、そちらも見ていただけたら嬉しいです。それとチャンネル登録の方もお願いいたします。お願いします。どうでした、車中？快適です。全く寒くないし、シュラフと湯たんぽで快適で、テントよりも暖かかったです。そうね、防寒対策は全然平気でした、うん、結果、はい、マイナス5度ぐらいまで下がってたと思うんですけど、うん、まあ全然平気だったね。そうだね、湯たんぽ入れてシュラフでライトダウンを、うん、の上と、まあ、似たようなパンツも履いてれば全然大丈夫でした、うん、ね。雪だけでしたね、やばかったのは。うん、うん、寒さはね大丈夫だったんだけど、あの雪かくやつも持ってなかった。優しいおじさんに貸してもらいましたということで、はい、はい、またね今日も違うところで車中泊しますんで、次の動画も見てもらえたら嬉しいです、はい、それではまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。日がすごいね。